最近どうも痩せにくいし太りやすくなってる気がする、そういった方は朝この運動をすることをおすすめします。運動の前ってウォーミングアップすると体が動きますよね。一日も一緒なんです。朝体を少し動かすことによって一日テキパキ体が動いて痩せる状態を保つことができます。それを繰り返すことによって無理なく脂肪を減らすことができます。それに加えて夜ご飯を少し気をつけるだけです。一緒に頑張りましょう。まずはうつ伏せから体を持ち上げてキープです。体の背中側全体を使うことによって代謝を上げることができます。背中には褐色脂肪細胞といって痩せ菌が集まってます。しっかり背中を使ってください。頑張っていきましょう。腕だるいよって方はね、一回下ろしてもいいです。最後まで続けてください。はい、 OK。 今度はゆっくり肘を曲げたら起き上がりましょう。できるだけ深くです。見よう見まねでいいです。最後までやりましょう。できる人はこういう感じ、膝をつけずにやってください。下で気持ち一回止まりましょう。辛い方は膝をついてお辞儀をする感じです。はい、 OK。 今度は上を向いて寝ます。手を前に伸ばしてこのままキープです。息はできるだけ長く吐きましょう。起き上がりすぎてもダメです。このくらい腰をしっかり丸めてください。はい、OK。 今度は手を胸でクロス、上体を起こす、これでキープ。しっかりね、頭を起こしてください。毎日これを続けていくことによって体力作り、脂肪が早く燃焼します。はい、後ろに肘ついて足を曲げて動かします。足伸ばすときはしっかり息を吐いて、はい、 OK。 はい、立ち上がります。今度はね、足を大きく開いて中腰で体をね揺らしていきましょう。上半身はリラックス、下半身もね、いろんな位置を使いながら代謝を上げていきましょう。しっかり膝をね開いてください。はい、OK。 今度はね、同じぐらいの幅で手を前に伸ばして深くスクワットをしましょう。深く、平行よりも深く、股関節のストレッチもできます。上半身の気持ちで上がるんではなくって、しっかり床を踏みつけて体を持ち上げましょう。
次はね、プランク。普通にキープするだけ、頑張って。あと少しです。辛くなったらね、一回降りてもいいです。また続けてください。頑張って。OK、 ラストは腰を丸めるだけ。これラストです。よし、最後に腰をね、しっかり丸めて、お尻を締めて、OK、 お疲れ様でした。これをやることで全身が温まり、筋肉を使うことができてます。朝のルーティーンとしてご活用ください。朝できなかったよって方は日中でもいいです。毎日行うことによって痩せる体質を保つことができます。頑張ってよって方、グッドボタンやコメントで教えてください。今回もご視聴ありがとうございました。